はい、はい、不可解除、はい、続けてこの不可解除はあと2回ぐらいあるのかな。あと3回あります。はい、あれ、うん、あ、うん、あと3回、残り3回、9月に2回と10月に1回でおしまいのはずです。なるほど、のはず。もうそんなになっちゃったのか。力いきますかね。あ、まだだった、まだでした。足打ち、バーン、破壊じゃん、足打ちどこじゃん。この子いけそう、いいよ、これって確かあれだよね、あの優勢断率が高い人たちでしょ。あ、そうですね、24個きっかり入った。おはよう。この前この不可解除の昨日かな、うん、動画自分で珍しく見返してたんですけど、はいはいはい、私鳥に謝ってばっかり。あ、そうね、そうね、ごめんごめんあれでもいいじゃん、優しいよ。いや、うるさい自分で見ててうるさかったあ、おはようございます。でも俺が一人で撮る時もそんな感じよ。ああ、ごめんね、怖いねっつってね。だってね、よいしょ、あー、なんか繋がってる、尾がついだなってる、うん、いいよ、はいはい、ピーピー泣きません。泣かないけどパッチリと見えてますね、メガネ。あれ、では体重、はい、はい、どーん、 902g、 3g、 なかなかにいいんじゃないいい感じです。最近やけに軽い人はいないね。そうね、本当に一番奥ちょっと前まで700とかいたけど、いたいた、そうそう、903、900ってことは平均以上ぐらいかな。うん、まだうちのモナカちゃんの方が軽いということモナカちゃんね、子猫のモナカちゃんの方が。だってこの間500ちょっとつって、あー、でもそうだった、うちもそんな感じでした。これ、あのペットの病院さ、うん、診察台って便利だよ ね、体重計にはな、体重台、そうそうそう、君元気ね、99番くん、くんかちゃんか、いいな、診察台兼体重計の、これもまあ似たようなもんですけど99番、すごい惜しかったね、ミレニアムじゃないね。あー、次は100番だね、きっと素晴らしい子が、素晴らしい子でいてほしい。99ばあちゃん卵に入ってきてる時を思い出して謝っているなんか大丈夫かな、まあ、そのうちきっとはっきりしてくるでしょう。でもあんだけもう橋打ち状態じゃなくて、もうどっ壊れてたのに、うん、そうだね、見えない。オスかしらね。いや、わかんないな。メス出てこなかったので、メス。なんか筋が微妙に入ってる時がある。うんうんうん、それはオス。え、なに、その筋がだんだんと突起に変わっていく。端打ちされてるよ。うん、あ、さっき印つけました。じゃあ、今の子はメス。ということで。で、次はこっち、もうパカーンって、そう、破壊されてるとこ、ね、いや多いね。ここは端打ちで、そいつも端打ち、ここも端打ちで、わー、すごい、かわいい、優秀です。あ、じゃあ君から、よいしょ、優秀な子たちです。ミレニアムです。あ、100番だ。あ、ふかふか、
100で100いかないかと思ってる。うん、いやそうですね。お、ちょっと軽いね。はい、749。うんうん、はい、少し軽めですが、君が100 100オーストリッチです。100オーストリッチーズ。101匹ワンちゃん、ワンちゃんよいしょ。はい、100番。いやね、100までいくとね、うん、いやでも一昨年とかさ、もうこの時期で147とか言ってた気がする。そう、240いくつまで行ったの。行きましたよ、だいぶ前だけど。俺いないな、去年とかじゃない時。200も行ったの。うん、あでもその分あれでしょ、まあうん、あーって感じでしょ。あ、いや最初の2020年は結構うまくいって、うんうん、お肉まで行ったんですよ。 50% 以上かな、育成率。はい、何が変わっちゃったの。もう気候としか思えないあとは親鳥の疲れ。ああ、まあ分かんないね、親鳥もね入れ替えが必要なのでは。なんかそこもまた難しくって、環境に適応するまで卵を産まないんですよ彼ら。はい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 。だからなんだろうな、環境が変わっちゃった年はゼロの可能性もある。でそれはまずいじゃない。ああ、前年度ちゃんと産んでたのに。そうそう、ちょっとずつだから入れ替えていくとかならいいんでしょうけどね。いきなり入れ替えはやばい気がする。ふかふかで見えないな。久しぶりに聞いたぞそのセリフ。うん、でもオス、オス、オス、はい、はい、オスです。100匹目はオスだということです、はい。その人はなんか黒い模様が濃いです。どの、これ？あ、さっきの100匹目。おお、はい、大きいいやー、まるっとしてる。ここもふかふかですね。950ぐらい。900は絶対ありそう。あった。おお、937、はい、でかい。いい体格だ。101匹目。おとなしい。うん、おはよう。あれ、生活最初の体重は今後の成長に何か影響があるんでしょうか。なんかそれあんまり関係ないみたいなんですよね。へえ。結局は餌をいっぱい食べた子がどんどん大きくなって、最初の体重のアドバンテージを伸ばしてしまうという。ああ、なるほど。うん、なんかそんな感じですよ見てると。まあ、最初のこの体重の差は卵の大きさと。お腹にどんだけ卵が入ってるかでしょう。ね、多分ね。食べなくて死んじゃう子いるじゃん。いるいる。そういう子って結構っていうか、最初から痩せてる子ももちろんいるんですけど、こんな感じ。うん、うん。900とか1000近い子だったりしたんだよね、去年のデータとか。はい。はい。僕はでかいから食べなくていいんだもん。なんかそうのんびりしてるとあっという間にガツガツとしたちっちゃい子たちに抜かされてしまうのかもしれない。まあ、小さい子の方がさ、うん、やばい、おいら食べなきゃみたいな、そういうなんかあるのかね。ごめんね、ちょっと
ちょっと。もうすごくいい足。むっちり。でも足は太い方がいいよね。うん。足が細い子はやっぱりちょっと食も細い印象が。かわいい。もう何回見てもかわいいですね。ね。ひなはね。うんうんうん。いや、大人だってかわいいよ。赤い。赤いね。メス。はい。よいしょ。はいはい。頑張って。あれ。これはまだいいかしら。手伝いをしました。うん、いい感じ。あ、生まれてる。に、2は頭突っ込んで大丈夫？首が固まっちゃってない？大丈夫か？あ、大丈夫だ。太。大きい子だね。首太。よっ。よいしょ。お。ああ、すごい。大きい。ふかふか。あ。元気ですね。足が白いな。足がおしろに塗ったみたい。うん。はい。112。あれ？64。14にしときますか。もうちょっと重いよって。あれ？ああ。この子か。なんけ、ほら、なんけ、泣かない。あ、自力って書いてない。やっぱり自力で出てきた方が強い子が育つ。なんかそれもあまり関係がないのかもしれない。ずっと自力で出てきた子は強いと思ってたんですけど。そうでもないか。なんかね、自力に早めに出てきちゃって死んじゃうしな。よくわからない。毎年謎が増えていく。毎年強くない。毎年こうなんじゃないか理論が違くない？なんか、そうそうそう。謎が深いですよ、ダチョウ。ダチョウの説明書ください。本当に。よいしょ。102番ちゃん、ダチョウの攻略本欲しい。これを読めばダチョウのすべて 100% まで分かりっていうのが欲しいですね。著者ダチョウの助。あ、そんな賢くなった。監修キャン鈴葉。ね、書いてほしいな。あ、分かった分かった。よいしょ。わあ、元気。はい。なんで俺が102番なんだ。100番が良かったって。みんなそう思う。そんなこと思うかな。あ、前さ、あのバンドが1個なくなっちゃった事件あったじゃん。あ、はいはいはい。あれさ、昨日か一昨日か忘れたけどさ、あったんだわ。わかんない、これメス。1話がね、2個、うんうん、2個1つにしてつけてた。それね、前もあった。どういうことなの？くっついて寝てて、やっぱりくっつ
つけちゃうんじゃないかな。綺麗に一本になってたよ。気づかないぐらいに。すごい。たまたまそのやつがバンド外れちゃって、うん、あ取ったら二本に分かれて、なんじゃこりゃ。ねえ、なんかどういう奇跡でそんなことになったのか。カメラが欲しいね。ね、本当。え、でもそれ前もあったの。綺麗にぴったりじゃないけど、2本つけて歩ってる子がいて、はい、ちゃんとお値段がさ、新しくつけたナンバーが合ってるのかすら怪しい。ねえ、今度はまあ外れないように作りましょう。足打ち、あ、これも足打ちだ。すごい。多いね。多いね。ここ。お前3つ。24分のいくつ前そう。今の時点で。あ、まだでもなんとも半分ぐらいか。今まだ半分とかですね。どうか全然恥、あ、あれ、これマークしたっけ。してる、してる、してる。ほうほう。で、上はまだだもんね。上の成績があれですね。生まれてほしいな。はい、学会以上でした。はい、会場でした。はい。